湯原温泉街で初めて台湾をテーマにしたイベント台湾夜市が開かれ、岡山県内外から台湾の品を扱う店が集まり軒を連ねました。会場には中華提灯がかけられ、台湾を代表する伝統食で屋台料理の定番でもあるルーローハンをはじめ、台湾ビール、台湾のお茶、雑貨などが販売されました。でもなんかご飯がすごい美味しい国で野球が強いイメージですよね。このパイナップル、かわいい。もらってない。プレゼントならこれならもらった。これならもらった。めちゃめちゃ合ってるなっていう感じが来た時からすごい雰囲気バッチシやなと思って、はい。それだけ何何がいいかこっちがあっさりしてます。はい、飲みやすい感じ。飲みやすいです。台湾夜市は料理を通じて台湾に興味を持ってもらいたいという思いから岡山県南で開かれていて、真庭市内での開催はこれが初めてです。はい、香川県の高松市から来ました。台湾のから直輸入したお茶を販売しております。はい、香川でもお店をしておりまして、香川では台湾の料理とかそういったものに台湾茶をつけているという形で販売しています。出身は台湾台北です。台湾人が温泉が好きなんで、こちら湯原温泉も自分の家族も連れてきたことがあって、それが良かったです。とやっぱりいっぱい美味しい台湾の夜市料理を食べてほしい、いっぱい楽しんでほしいです。やっぱり皆さん食べ物から興味を持ってほしくて、そこから美味しいなって、人が温かいなっていう、そういう感じになってちょっとみんなに魅力を築いてほしいなと。台湾では飲食店が集まる夜市が発展していて、台湾の文化を感じグルメを楽しむ場として観光スポットとしても人気です。足もみやエビ釣りの店もありました。日本の夜市ではあまり見かけませんが、台湾ではよく見かけるお店だそうです。岡山空港からは台北へのフライトが週7便運航されていますが、今年10月からは週9便に増えるほか、台湾南部の大都市へ週3便の運航開始が予定されています。夜市を開いた実行委員会では、このイベントを通して台湾の魅力や文化に触れ、交流のきっかけにしてほしいとしています。